はい、こんにちは、ひろこパンのひろこです。今日は春雨サラダを作りたいと思います。一発ぶち込みで、これも1回で仕上がるっていう今日はお鍋を使うんですけど、ソースパンを使うんですけど、ソースパン1個で材料全部ぶち込んで仕上がる簡単レシピでやりたいと思います。はい、今日の材料です。きくらげ、ロースハム、きゅうり、人参、春雨、醤油、米酢、ごま油、砂糖、お水です。はい、じゃあ早速作っていきます。今日はもう全部入れるだけなので、もう工程が1個しかありません。はい、じゃあまず人参はどうかな、こういう5センチ、4センチか5センチぐらいのこの用紙みたいな感じ、マッチ棒みたいな感じで切ってもらって、きくらげはこのままでいいです。でもし手に入ったきくらげがでっかいサイズだったら、でっかいまんまでいいです。で最後茹で出来上がった時にちょっとキッチンバサミかなんかで切ってもらえばいいんで、私はこう都合よくちょっと細いのがお家にあったのでこれを使います。で春雨もなんとこのまま使えます。でまず春雨を入れます。無理やり、はい、これで OK です。で入れて、でここにきくらげ、そして人参ってこうやって全部入れます。はい、でここに、材料、調味料入れていきます。で砂糖が大さじ1、あとは、はい、砂糖が大さじ1で、あとで大さじ222なんで覚えやすいんですけど、醤油が大さじ2、米酢が大さじ2、でごま油も大さじ2、そして 200cc のお水を入れます。はい、そして蓋を閉めます。調味料とお水が全部入ったので蓋を閉めます。はい、でスタート、8でスタートですね。きゅうりとハム以外、その生で食べるきゅうりとハム以外のものを全部入れちゃいます。で沸騰するまで待ちます。はい、沸騰してきたので一回蓋を開けて混ぜます。はい、で混ぜたらもう火を切ってしまっていいです。でこれで余熱で10分間置いておいて出来上がりになります。じゃあ10分間待ちます。はい、余熱で10分経ったので開けてみます。でこんな感じでいい具合に人参にも火が通ってなってきてます。でちょっと注意点なんですけど、今日私緑豆春雨を使っているので、このまま例えばずっと放置しててもこれ以上ふやけてこないので大丈夫なんです、安心。で私よく朝これ仕掛けてもうそのまま出かけたりとかってするくらい OK なんですけど、さつまいもとかじゃがいものでんぷんの春雨だとほっとくともうこのままどんどんふやけちゃってちょっと大変になるので、全部水分も吸っちゃってみたいな感じになるので、全然それでも美味しいんですけど、そういうじゃがいもとかさつまいもでんぷんの場合はもう必ず余熱10分守ってもらって、でもうすぐ火から下ろしてボウルか何かで粗熱を取るっていう感じでしてください。はい、はい、粗熱が取れましたのできゅうりとハムを入れて混ぜます。で混ぜて、そしたらお皿に盛って、で最後に煎りごまを散らすと素敵なので、ぜひやってみてください。はい、出来上がりました。
はい、春雨サラダ出来上がりました。食べてみます。私この春雨サラダ大好きなんですよね。よいしょ。あの春雨ってほらカロリーあんまりね気にしなくていいし、おすすめです。いただきます。よいしょ。すごい、すごい美味しいです。最初見てもらったように、これも一発ぶち込み料理なんで、春雨をもうその何ていうの、調味料で茹でてる感じだから、なんていうんだろう、もう味がしっかりとこの春雨の中にも入ってるし、すっごく美味しいです。絶妙な砂糖、ごま油、米酢のこの。すっごい美味しいんです、この味が。絶対作ってもらいたい。はい。で、やっぱりステンレス鍋ですごくこう熱の周りとかもすっごく良い、いいんで、沸騰するまでだけ加熱して、そこから余熱で仕上げていくってすごくいいですよね。うん、おすすめです。はい。で、こんな風に私もこの鍋でいろんなお料理、いろんなジャンルのお料理作ってるんですけど、今日みたいなやっぱりぶっこみ料理すごく好きで、やっぱり普段ね、いろいろいろんなことやってる中で簡単にお料理ね済ませれるって、しかも美味しいからいいと思うので、絶対トライしてみてほしいと思います。はい。じゃあまたいろんなお料理やっていきますので、リクエストありましたらコメント欄お待ちしています。はい。簡単料理を見逃したくない方はぜひチャンネル登録と、春雨サラダ作ってみたいと思った方は高評価ボタンもぜひお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。